さり大正つや恋異聞。姫様！一体何をなさっているんですか？いたのじゃありませんよ。何をしようとしているんです？あっ、今水をやり終わって片付けをしていたところです。姫様、お願い。姫、って違います。その。申し訳ありません。え、やる気？
まったく姫様は。恥ずかしいことなんかないでしょう。すごく入りますよ。まあまあ、ゆりさん、何ですか。今夜の主役がまだこんなところでかくれんぼをしているなんて。あら、またそんなことを言って。あなたのための夜会なのよ。わがままを言わないでちょうだい。ユリコ、どうした？具合でも。では、早く皆様にお顔をお見せしなさい。お前の登場を心。ユリコ、誰かと思ったよ。
ユリコ。お前はいつも可愛いけど、僕は正直な気持ち。水人さんったら、あなたまだそんな格好で。今夜は大事なお客様がたくさんいらっしゃるというのに、どうして。いいじゃありませんか、僕に洋装は似合います。それにその頭、なんとかなさ。いいいい、言っても聞かんだろう。それよりも。そうですよ、お母様、今夜の花はこの可憐な姫だ。その他を、ゆり子、本当に可愛いね。このままお前は誰にも見せたくないくらいだよ。まあ母上はご機嫌斜めのようだ。水人さんは本当に軽薄ね。血は争えませんこと。しげ子、行きますよ、ユリさん。ユリさん、素敵なお召し物ですこと。本当に若々しい美しさを華やかに引き立て、ユリさんは着物もいいけれど、様子も本当に…そうですとも。あら、そんなに…